どうもだるいもんです。今日もちょこっとお散歩です。コンビニまでお買い物、ちょっと小距離散歩です。まあカメラ落としてショックだったのですが、今年はそのカメラガンガン使っていこうと思います。もう傷ついちゃったんでやりたい放題です。では今日の散歩スタートです。姿が見えないけど何かがいる。カモか。あ、カモですね。今日も元気にカモは泳いでおります。そして今日はちょっと遠めのあっちの方のローソンまで行きたいと思います。うちの近くね、ローソンっていうとあっちの方になっちゃうんです。まあ行きたいと思うんですけど、まあいつも通りの散歩ですね。そして今日も天気がすごくいいです。そして今日はこんな感じでお散歩しております。隠れてるよ。最高。マスクしてるってダメじゃない。マスクしないと撮らせてくれない奥さん。無意味だよもう。今日は α7 にこちらのキヤノンのね FD100-200 のオールドレンズをつけて鳥を撮りに来てみました。しかしカワセミはまだ今のところ見ておりません。しかしこのカメラでカワセミが撮れるのかは分かりません。とりあえず何か撮っていきたいと思います。こちらはいつものカワセミスポット。今日はちょっと風が強いからカワセミも来てないのかな。どうなんですかね。カモももうなんか端っこで丸くなってますね。うん、風が結構今日きついですね。風が吹いてなければね暖かいんですけど、風が微妙に寒いか冷たい。ちょっとねカワセミはいたんですけど、撮るタイミングがねまずくて、カメラ出そうと思うと本当飛んでっちゃうんですよね。うん、こう魚を狙ってる時はじっとしてるんですけど、いないとなると、あ、来た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 と思ったら違った。もうなんか飛んでる鳥を見ると全部カワセミに見えてしまいます。まあまた帰りによって見たいと。来た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 、ほらあっち行った。あの辺に止まったね。いやでもね、カワセミを追いかけながらの散歩も楽しいっちゃ楽しいですね。あっち行ったりこっち行ったり。まあこんなことやってていつ撮れるのか分かりませんが、とりあえず楽しんでおります。この遊歩道もなかなか好きなんですけど、ちょっとね下がガタゴトしてるんですよね。結構今日はなんかさすがにね、散歩3日目になるとちょっときついかもしれませんね。ここの橋もなかなか味があるでしょ。いい感じだと思うんですよ。ちょっとなんか橋がうねってるし、下の支えもなんかちょっとあそこね怪しいよね。なんか崩れそうで怖い。でもここを渡って向こう側に行きたいと思います。やっぱりこっちの道は平らで進みやすいです。さあもうすぐコンビニです。今日はね片道だいたい5キロぐらいあんのかな。まあそんな感じです。でもねなんか本当最近散歩してるからかなんか疲れが減ってきたような気がしますね。散歩もなんかだんだん楽になってきました。これは夏頃ムキムキに筋肉ついてるかもしれません。楽しみだわ。そして今日お昼何買おうかな。なんかねちょっとコンビニで物色して帰りたいと思います。さあここを曲がるとコンビニローソンです。おう、昨日も寄ったローソン、なんか今日はお客さんがいっぱいです。さあなんか美味しいもんあるかな。今日はこちらのホルモン鍋を買いに来ました。ちょっとね時間があったら庭でコツコツやろうかなと思っております。
ローソンでこちらのお弁当を買いましたって、もうなんか草が棒いっぱいついてる。奥さんこちらに座ってご飯食べます。私じゃないしまあとりあえずこのね景色がいいところでお弁当を食べていきたいと思います。買ったお弁当はこちら、浅草吉上のビーフシチューお弁当、こちらをいただきたいと思います。ちょっとでももう1時回っちゃってるんだよね。夕ご飯にちょっと近い時間になっちゃってるけど、まあ2人で半分個ずつなのでまあいいでしょう。風が強いんで蓋が飛んでっちゃいそうですけど、奥さんに、はい、ゴミ袋。あーなんか匂いはいい感じ。ではいただきます。気をつけて。あ、これ美味しいわ。これ会社のお昼とかでもこれいいかもしれない。でもちょっと食いすぎかな。グー。なんか奥さんがこのプルルンミルクプリンパフェ、こちらなんか買ってきてますね。なんかお昼に確かそう、汁粉食べてましたよね、あなた。お餅も一緒に食べてた。それなのにこんな食べちゃうんですか。大丈夫ですか。なんか気になる。その手ぶれは年のせいですか。違うよ、プルンプルンしてんのかな。ああ、そういうことですか。年寄りの手ぶれって手手が震えてるのかと思いましたよ。プルンプルンするのかと思ってだったんで、ちょっと、どう、美味しそうじゃない。わかんない。横から見るとこんな感じらしいです。まあ食べて早く帰りましょう。はい、いただきます。なんか奥さん美味しい美味しい言いながらもぐもぐ食ってる。すごい食欲だな。いやー、ほんとのどかですね。ほんとこれで風がなければポカポカして気持ちいいんですけどね、うん、まあ今日は短いお散歩動画でしたけど、とりあえずカワセミも一応撮れたと思うんですけどね。オールドレンズだからね、ちょっと現像してみないとわかんないんで、どうなんでしょう。そしてあとホルモン鍋、ホルモン鍋、あれホルモン鍋がね、ちょっと夜庭でやったりするのにちょっと楽しみです。でもちょっと今日風が強いからできるかどうかわかりませんが、近いうちに庭でホルモン鍋やってながらお酒を飲みたいと思います。今日はこんな感じの短い Vlog ですが、ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録といいね評価、バット評価、何でもいいんで入れといてください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。ではでは。